政権公約を実現する会は民主党のグループ、通称鳩山グループ。2002年9月の民主党代表選挙で鳩山幸夫代表の参戦を支持した議員や民吉合併を推進していた議員を中心に結成された。毎週木曜日に鳩山の個人事務所での会合を定例とし、飲食代なども全て自己負担にするなど透明性を高めた運営を目指していた。 発足以来、旧新進党出身の議員や、同じ保守系である、政権戦略研究会所属の議員の取り込み、さらに民社協会のバックアップなどもあって、結成当初は、党内最大勢力を誇った。当初から去る者は追わず、来る者は拒まずという自由さや、人数の多さもあって必ずしも一枚岩とは言えず、よらば、大樹の陰で参加している議員もいると言われていた。このため、 政策的なつながりは弱く、サロン・鳩山と揶揄されることもあった。また、岡田克也のように一時的に参加した後、他のグループに戻ったり、移行する議員も多いため結束力は弱かった。川端グループとの関係が深く、旧自由党出身の議員以外の所属議員がほとんど参加していた。このため、グループ由来、鳩山川端グループと言われることもあった。 2002年9月3日に旗揚げされた鳩山政権を実現する会を前進とする。鳩山が中心となって保守系の議員の結集を図ったものであったが、党代表に選出された鳩山幸夫がわずか3ヶ月で辞任したため、2003年2月20日に民主党政権を実現する同志の会として再出発し、5月に名称を政権交代を実現する会に変更した。 2005年9月の第44回衆議院議員総選挙では、海江田万里ら鳩山の側近が落選し、勢力を大きく後退させた。2006年4月の代表選では、小沢一郎を支持し、小沢の当選後の党役員人事で、鳩山は幹事長に就任した。2007年7月の第21回参議院議員、通常選挙では、 小沢グループや新政局混乱会に入る新人議員が多かったことから、小沢グループには人数で劣るようになった。2009年5月の代表選では鳩山を当選させ、8月の第45回衆議院議員総選挙で政権交代が実現すると鳩山が内閣総理大臣に就任したが、鳩山を取り巻く姿勢に批判も出た。 鳩山は5月8日付のメールマガジンで念のために申し上げておきますが、この会は議員の集まりではありますが、派閥的会合ではありません。あくまで政権交代を果たすために自ら研鑽を積もうとする議員に自由に開かれた勉強会です。その証拠にこの会は政権交代を実現した暁に解消されます。と記していたが、9月10日の会合で、 政権公約を実現する会と名称を変更して、存続することとなった。内閣総理大臣に就任した鳩山に代わって、大畑昭弘が会長に就任することが12月3日に決定された。12月に政治団体に該当しながら、選挙管理委員会に届けておらず、政治資金収支報告書の提出義務や寄付金の数量制限を逃れていたことが明らかになり、 総務省から政治資金規制法上の各種の規定に抵触する恐れがあると指摘された。グループの運営費は年間1000万円以上に上り、その多くを鳩山が負担していた。鳩山はグループは派閥ではなく純粋な勉強会であって、政治団体には該当しないという認識を示したが、以後活動は自粛された。2010年1月に活動を再開し、 従来の事務所を解約して活動の拠点を議員会館に移すこととした。また、総務省に政治団体として届け出ることを決定し、2月3日に東京都選挙管理委員会に政治団体として届け出られた。6月2日に鳩山が辞意を表明すると、続く6月の代表選では6月3日に会長の大畑に対応を一任、6月4日に 自主投票を決定したが、大半は、菅直人を支持したとされる。8月には鳩山が最高顧問として、グループに復帰し、今後は、グループ主催の勉強会を、鳩山 UI セミナーとの名称で開催することに、決めた。9月の代表選では、鳩山が7月22日に、内閣、党役員人事で、挙党体制を築くことなどを条件として 再選指示を表明していたが、8月26日には小沢指示を表明し、8月29日に関と会談して小沢との仲介を図ったが、9月1日にはグループとして小沢指示を決定した。こうした混乱から結束が保てず、一部が関再選指示に流れた。この間のグループの求心力の低下は著しく、 かつて事務総長を務めた小沢英人が自立して21世紀国家ビジョン研究会を旗揚げしたのを皮切りに2010年6月の代表選に出馬したタルトコン次が青山会を旗揚げ、鳩山の下で内閣官房長官を務めた平野博文が自立して有志会を旗揚げするなど幹部の離脱が相次ぎグループは縮小傾向を見せた。 2011年6月の管内閣不信任決議案の採決では小沢グループと連携して不信任案に賛成の意向を示した鳩山に対して同調したのはわずか3人であり事務総長を務める中山義勝らグループの体制は反対の姿勢を示したため民主党内の増反撃は不発に終わった5月25日には牧野青春が6月7日には いがら文彦がグループを離脱し、前世紀には約50人いた、会合のメンバーはこの時点で30人にまで減少した。一連の騒動で自身の求心力の低下に衝撃を受けた鳩山は、自らが会長に復帰するとともに、小沢に近い松の来休を幹事長に据えて小沢シフトを鮮明にした。8月26日に、菅が寺意を表明すると、 続く8月の代表選ではグループから海江田が出馬するが、大畑や中山らは、かのみ彦を支持して分裂した。さらに、決選投票では、かのしじ派が、野田よ彦を支持したことで、海江田が敗北した。大畑らはそのまま疎公会を立ち上げ、グループの分裂、縮小が決定的になった。11月2日、小沢英人グループを結成して、 鳩山グループを離脱していた小沢栄人、大谷信盛らが小沢栄人グループの活動の継続を条件として鳩山グループに復帰した。2012年1月の内閣改造で平野博文が文部科学大臣に任命され平野はその際の一部報道で鳩山グループ所属と報じられたが鳩山グループ事務局からメンバーではないとの見解が示された。 6月の消費増税法案の衆院採決では、鳩山ら数人が増犯に動き、鳩山は、党員資格停止6ヶ月、その他は、党員資格停止2ヶ月などの処分を受けた。9月の代表選では、野田再生阻止に動き、原口和弘に推薦人を出したが、結果は、野田の圧勝に終わった。12月の、第46回衆議院議院総選挙に、鳩山は出馬せず、 メンバーの大半が落選し、議員グループとしては事実上消滅した。翌2013年に、鳩山は民主党を離党。その後も政治団体としての政権公約を実現する会は休眠状態のまま残っていたが、2020年3月31日に解散が届け出られた。残金200万円は、鳩山幸岡理事長を務める東アジア共同体。 研究所に引き継がれた、は、ぶっこしゃ。ありがとうございます。